第3試合タッグマッチ20分一本勝負。
カバーレッカザAllah!
勘違いをしている俺たち、ちゃんごとわしの健康が今日、椅子を作ったか、スプレーを使ったか、机を使ったか、どうだ、答えてみよう。椅子はエブリンが見てないことで一回使いました。おい、トーナメント一回戦で負けた花見達也、そして準決勝まで行った仁木拓郎、お前らのタッグちょっと実力に差がありすぎじゃねえのか。仁木拓郎、今後の就職先考えた方がいいよ。